タップオシリスマグナ神殿とは、エジプト、アレクサンドリア県にある、プトレマイオス朝時代の神殿跡である。紀元前280年から270年の間に、ファラオプトレマイオス2世によって建設された、同じ場所に同じ名前の神殿と同様に都市の名前がある。プルタルコスによると、神殿は、オシリスの墓を表している。アレクサンドロス大王が、紀元前332年に、 エジプトを征服し、アレクサンドリア市を設立した後、タップオシリスマグナの町は、高悪の宗教祭の中心になった。1798年に、フランスのナポレオンがエジプトに上陸した後、彼は、アレクサンドリアとタップオシリスマグナの建物後の調査を行った。オスマン帝国が1801年に都市を占領した後、エジプト総督となったムハンマドアリーは、 旧市街の廃墟の上に現代都市としてのアレクサンドリアを再建することに決めた。20世紀に入ると、このサイトの発掘はイタリアの知事エバリスト・ブレリアに始まった。カリストニスはアレクサンドロス大王がシワのオアシスに向かう途中に、この都市を訪れたと述べている。これはヘレニズム時代に、ここに街があったに違いないという理論に信憑性を与えている。 東大の遺跡都市は古代のマイオレット湖の乾燥したベッドの移動可能な腕の上に立っていた。湖の大きさはエジプトとリビアの間の貿易において湖の港が役割を果たす可能性を高めている。西からの貿易商人は港への水輸送を利用してキャラバンルートを利用することができる。同様にリビアからの貿易商人はタップオシリスマグナのボートに積み込まれ。 ボートを通ってエジプトの内部都市に運ばれたが、この理論にも批判がある。エジプトのこの地域で生産されたワインは、この時期にも有名だった。縦に青根の上には、マイオレット湖と海を隔てる石灰岩のアウトクロップがあり、1930年代に部分的に修復された二つのモニュメントがある。一つは、ファロス島の大東大の再建に使用されたタワーであり、もう一つは、 クレオパトラの最後の休息地であると信じられているオシリスの神殿の遺跡である。まだ実施されている塔についての最も学術的な研究では、アブシールの塔は間違いなく塔台でもなく、塔でもないと結論付けられた。ファロス塔の大塔台が建立された後、プトレマイオス時代に建てられたのはおそらく葬儀、記念碑だけだったとされる。住宅と公共の両方の建物は、 水槽や教会とともに近所にある。ネクロポリスは石棺やピラミッドから柱や柱まで様々な埋葬様式を示している。この古代の居留地は2世紀から7世紀まで占領されていた。様々な考古学者が1998年からこの遺跡の発掘調査に取り組んでいる。2010年に考古学者は巨大で頭のない花崗岩でできたプトレマイオス王の像と オシリスに捧げられた寺院の当時の門を発見した。ザヒハワス博士によると、古代エジプトのファラオが身につけていたとされるエリアキルトが、見られる伝統的で、記念碑的な彫刻は、タップオシリスマグナ神殿を建設した、プトレマイオス4世のことであると予想されている。また、調査チームは、かつて神殿の入り口に並んでいた、石灰石の基礎石を発見した。入り口に、 ファラオニック時代のスフィンクス像に見られる特徴を持った一元のスフィンクス像が並んでいることもこれを示している。神殿の後ろには多くのグレコローマン風のミイラを含む墓地が発見された。初期の調査ではハワス博士はミイラは顔を神殿の方向に向けて埋葬されていたとしている。つまり神殿には重要な王室人物、おそらくクレオパトラの埋葬が含まれている。 可能性がある。ハワス博士が率いる探検隊は27の墓を発見した。このうちの20の墓はアーチ型の石棺のように形作られていて、残りの7つは単純な埋葬室につながる階段で構成されている。これらの墓の中でチームは合計で10のミイラを発見した。そのうちの2つは金メッキで装飾されていた。この墓地の発見は、 大継承の可能性が高い重要な人物が神殿の中に埋葬される可能性があることを示すものとなった。新たに発見された墓の様式は、それらがグレコローマン時代に建設されたことを示しており、ドミニカ共和国出身の考古学者で、刑事弁護士のキャサリン・マルティネス博士は、この探検隊が遺失に捧げられたタップオシリス、マグナ神殿を発掘し、 アレクサンドロス大王の顔が描かれたコインを発見したと述べている。彼らは神殿の中にいくつかの深いシャフトを発見した。そのうちの三つは埋葬用に使われたと思われ、これらのシャフトは重要な人々の墓であった可能性があり、チームの指導者たちはクレオパトラとアントニウスがすでに神殿内で発見されたものと同様の深い軸に埋葬されたと信じている。 ハワース博士によると、この探検隊は、クレオパトラの美しい頭部と横顔が刻印された22個の効果を発見したという。彫像とコインは、彼女の美しさを見せ、最近イギリスの博物館のキュレーターが女王が、かなりミニキーと示唆したアイデアと矛盾している。タップオシリスマグナの発見は、ユリウス・カイサルとマルクス・アントニウスの心を捉えた、クレオパトラの魅力を反映し、 クレオパトラは決して魅力的ではないことを示している。さらに、彫刻された頭の特徴は、アフリカの祖先の彫刻を示さず、最近進歩した理論に反している。チームは、プトレマイオス時代の美しい頭の内臓と共に、多くのゴフを発見した。最も興味深い発見の中には、綺麗な顎を持つ男を描写するユニークなマスクがあり、その顔は、 アントニウス自身の肖像画にいくらか類似している。エジプトのアレクサンドリア西部のタップオシリスマグナの神殿のレーダー調査は、クレオパトラとマルクス・アントニウスの墓の探検の一環として2011年にスタートした。神殿及びその周辺地域を発掘する高校、最高評議会の探検隊は、SCA の長官であるザヒ・ハワス博士とキャサリン・マルティネス博士によって引きられている。 2012年遺跡には第2次エルアラメイン海戦の余波が及んでいたことが明らかになった。チームはいくつかの不発弾を発見しただけでなく、イタリア軍とニュージーランド軍兵士の遺体をトンネル内から発見した。2013年現在、発掘調査は中断されていたが、マルティネス博士は発掘調査を継続する許可を与えられた。 クレオパトラの失われた墓と呼ばれる2015年10月放送のドキュメンタリー番組でマルティネス博士は墓である可能性が高い2つの縦穴の隅に新たな地下遺跡が発見された。墓の可能性がある縦穴を調査する作業は2016年の公式掘削時期が始まると開始されることが期待されると述べた。ありがとうございます。